さあ、夕風トラベル、今回のラインナップでは一番後のそうですねライブですね、はい、2007年、うん、ドラムが椎高さんですね。そうだ、椎高さんだ。宇多田隆さん、はい、NHK ホールね、そうだよ。それこそだから紅白歌合戦の場所でツアーができるっていうのはなんか2006出させてもらってね。でもね、この時覚えてるのがその紅白に出た時の NHK ホールとこのツアーで自分たちがやった時の楽屋の雰囲気ももちろんそうだし、全然違う場所みたいな印象があった。確かに確かにね、もっとすっごい広いイメージとかね、そうそうそう、なんかこうあら、こうなんだと思って、いや紅白で、ね、すごい広いと思ったのが、テレビ見てたのが、あ、そこまで広くないんだと思ったら、うん、自分たちのツアーの時またやっぱ広いなと思って、うん、もちろんセットがね、そう、うん、紅白の時はすごかったり、あ、月が見えてますね、ちゃんとめちゃくちゃセット感あるセットだったの。いいですね。シャツですね。いや、この当時はやっぱり そのイメージなの。そう、このイメージだったのよ。そうだったんだ。スタイリストさんも絶対このそのジーパンにシャツしか持ってきてなかったの。あ、僕横向いてますね。本当だね。ここから。でもピアノ弾いてるのになんで、あれもね、前に置いてあるのはピアノじゃないってこと？あれはね、多分エレクトリックピアノですね。エレピだ。エレピですね。あ、じゃあこの頃からシンタウェイがあるってこと？ついにシンタウェイ登場ですよ。ね。作ってもらったピアノ。そうそう、グランドピアノ夫婦のデジタルピアノ。うん。ただ背向けてんだね。今は反対になってるから。本当だね。なんで背向けてんの？あのね、ピアノの形でしょ。そう、形をよく見せるのはこっちなんだってね。でもさだからこの後ね、歌いにくいってやったんだよ、多分。そう、やっぱその顔、そう、俺もそうだし、見えなかった、ね、目が合う方がいい。うん、でもこれ後にね、このそのアルバムの1曲目の曲ですけど、これ夕風ブレンドのアルバムの1曲目の曲ですけど、シングルでもないのにファン投票1位の曲になるわけですからね。その時の初のツアーだからね、これ初披露というか。でもこういうライブでね、このゼラチナルーカとか、うん、寂しくとも朝を待つとか、雨は止まないとか、カオス的ですね。そうそう、ちょっとこうライブの時にこう、なんだろう、一個こういうのがあると ね、ライブ作りやすいんですよね。 SL9 もそうだね。そうそう、どうなんだろうね。でも僕らがこう没頭してやってる感じっていうのは、お客さんもそこにちゃんと引き込まれてくれてるのかな。ね、なんか拍手をいただく、拍手に関してはそんなイメージはあるけど、で、すごいやっぱ長くなるじゃん。長くなるからね。そんだけ長くなるならねみたいな。そうそう、CD バージョンのね、1.5 倍、下手したら2倍ぐらいの長さになる可能性があるからね。そのカオス状態を作るために。回数決めてないしね。毎回ね、あいつで終わってるから。それもここで初披露か、アルバムだから。そうだね、ゼラチナルーカ。もうかっこいい。こういう曲があるとやっぱライブがね、作りやすいね。このブラスパートをプロさんがオルガンで弾いてる。本当だね。そしてちょっとテンポが速い。
でもアーセンは未だにねライブでも活躍してくれる曲だね。この後から、うん、1回1年間 の, あのソロ活動の時期を経て、うん、ブラスが入ってくるんで、このブラス隊余計こうフォーカスされる曲になったからね、うん、この時はバンドっぽくなってるけど、テンポ早いこれ今だとこれ若いからまだ歌えてるけど口回ってるけど今だったらもう口回らないんじゃないちょっとちょっとってこれはそうそうそう久しぶりに見たの。あーガラナね。そうかそうか。これも未だにライブで活躍してくれるけど、うん、この時ガラナができたのは大きかったな。まあダイヤルオリコン1位ですからね。ねか後にも先にもこの曲だけですよ。シングルオリコン1位は。ハイアルと言っていいでしょう。こんな音源だったっけねえそれもこの4枚いっぺんに見ると面白い。面白いゴールデンタイムラバーは全然あった全然あった。だいぶ後かあの頃は髪の毛長かったんですよね。この時も長いね。そういう変遷もある。あ、元気出てますよ。あ、元気出た本当だ。だからね、これもやっぱり下手くそだったんだよね。当たっちゃうよく弦を切ってた。ピックが当たっちゃってるのか。いや、ピックの入り方が悪いんだな。角度って角度がもう力任せに弾いてるから切ったれるのかしら。確かにでもライブの時はちょっとなんかロックっぽくなってるね。確かにね、より、うん、よりロックっぽくなってるんだよ、意識的にね、うん。ライブでは頭だったのが、そうだね、これは逆に後ろに置いて満を持してみたいな感じね、うん、置いたんだよね。いやこの時のだから僕の音を聞いてくださった皆さんが最近、ね、仕事する時の若い方が言ってくださるんだよね。確かに聞いてましたとか、学生時代に、うん、小学校の頃聞いてましたとかね。そう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 、やっぱ僕らもその年を重ねたんですよ。へえ、20代後半の子たちが多いな多分、うん、この時やってたんですよね。2007年。だからこの4枚面白いよね。その例えば全力少年なんかもそうだけど、うん、全部違った。そうそう、だから、ね、そのライブの仕方を確立していく流れが、うん、ちゃんとこの4枚で順番になんか分かってくるというか、うん、追っていってね。そうそう、昔は昔で下手くそなりにあのなんか精一杯ねがむしゃらにやってた。でそれがちょっとなんか形ができてきて、うん、でやっぱこれね、今回の4作品の中で一番そのまあ後にね、そうそう、後にやったライブですけど、ここぐらいからかな自分のライブが、うんうん、あのはっきりとこういう感じかなって。でもやっぱりね、今見ててもそのペース配分とかそんなこと何にも関係なくやってるね、うん、いや面白い面白い。